そういうことですよね。こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは魅力の高め方です。魅力です。これはね、僕がねずっとずっと昔から憧れてたこと、もうどうやったら魅力的な人間になれるんやろうって、今もねまだ慣れてはないんですけども、ずっとずっと僕のテーマやったんですよ。だからね、僕はその魅力的な人間になるために一生懸命努力してね、実績を出したり したいのしたけれども、でも僕が描いている魅力的な人間にはなれなかった。でもう最近はね、本当にいろんな魅力的な人間に会おうと思って、まあ、ベストセラー作家さんとか、まあ、実績を出している方とか、すごいでっかいコミュニティを持っている方とかのオンラインサロンとか入って実際に会ってみたりした。その中で僕が見つけた魅力的な人の共通点っていうのが5つありました。その5つを今日は紹介したいと思います。これを知ることで皆さんも、皆さんのファンが増えたり、皆さんの周りに人がどんどん集まってくるような、自然と人が集まってくるような人間になれるのではないかなっていうふうに思ってます。これは僕の仮説なんで今日仮説ですけど紹介したいと思います。早速結論から言います。5つ、はい、まず1つが、能力とか実績がある、そしてミッションを持っている、そして最後までやり抜く、与える人である、そして欠点があるということです。これを一つずつ紹介していきます。まず1つ目、これは簡単ですよね。能力とか実績があるということですよね。その道の自分がやっていること、その道において、何やろ、100人に1人であったり、1万人に1人であったり、もしくは100万人に1人であるような知識とかスキルとか、能力を持っているということ。それがまずすごい大事。それも大事ですね。でもそれだけじゃダメやなっていうのは僕も思ってて、それも大事ですよ。それがあるからこそ、その知識を知りたい、その情報を知りたい、自分が問題があった、そこに行ったら直してもらえるんじゃないかっていうことで、その問題を解決するというプロセスの中で、こう信頼関係が築いていくって、が築かれていく。これ大事なんですよ。でもこれ大事なんですけど、能力とか実績だけではないなと思ってて、で僕がサラリーマンの時はまさにそうやったんですよ。まさにそうで、もうなんていうか、周りからなんていうか、あんまり信頼されてなかったんですよ。自分の仕事しかやってなかったから、周りが困ってても助けようとしなかった。自分の数字を伸ばすことしか考えてなかった。でその結果、僕のエリアの数字は伸びましたと。伸びたから、ボーナスも増えたし、上司からの評価は高くなったんです。でも周りからの信頼とか、周りからのなんていう関係っていうのはどんどん悪くなっていきました。でその時にある尊敬する先輩に言われたことがあって、それがもうすごい響いてるんですけど、岡崎、評価が高い営業マンになるな、評判のいい営業マンになれと。大事なところでいつも噛むんですね。評判のいい営業マンになれって言われたんですよ。でその時はなんかあんまり分かんなかったんですよ。でもなんとなく評価と評判っていうのはなんか違うなっていうイメージはあったけど、それは言語化、言葉にはできなかったんですよ。あなたはどうですか？評価と評判の違いって何でしょうかね。はい。で、それで今だからこそおかっちが思うこと、その評価っていうのは、評価と評判の違いですよ。評価っていうのは、まあ、能力ですね。評価イコール能力、その人の能力であったり実績、まあ、評価イコール能力で、能力を見てつけられるってこと、能力で。評判っていうのは、評判イコール能力プラス魅力、これなんやなっていうことを今言語化できました。だから能力だけを上げても評判は良くならないんですよ。評判を良くするためには能力プラス魅力が必要なんですよね。でその時に気づいて、その時とか 今気づいたんです。今ようやく言語化できるんで、今言語化できる、今だから言えるのは、そのもちろん実績とか専門知識とか、その道のプロになる、これはものすごい大事なんだけど、それだけでは魅力的な人にはならないと、評判が良くならないよってことですね。だからこの能力と実績っていうのは一つ目では大事だけど、それだけではちょっと足りないよねってことですね。じゃあ2つ目、これはね、もう最近本当に強く思うんですけど、ミッションを持つということ。はい。ミッションがある人とない人とではね、全然熱量が変わってくるんですよ。ミッションっていうのは、どうしても解決したい課題です。どうしても解決したい自分の課題だけじゃなくて、社会の課題です。はい。どうしても町の川をきれいにしたい。どうしても子供の自信を高めたい。どうしても
子育てしているお母さんを勇気づけたいっていうミッションを持って生きてる人と、なんとなく教育の仕事をしている、なんとなく掃除をしている、なんとなく子供を育てている、その人とではやっぱりこうエネルギーの量が変わってくるんですよね。やっぱミッションを持ってる人っていうのはすごい魅力的やなっていうふうな気がします。はい。で3つ目、これもすごい大事やなと思うんですけど、やり抜くってことです。はい。もうどんな壁にぶち当たっても、どんな問題にぶち当たっても、諦めない、行動する、最後までやり抜くっていうこと、これってものすごくね、僕めっちゃ惹かれるんですよ。まあ応援したくなるんですよね。不器用であっても能力がなかったとしても、なんか自分の中で絶対にやるんだっていう気持ちを持って、一生懸命その人のベストを尽くしているっていう姿を見せられると、もうファンになってしまって、もうそれがその人の魅力になってるんですよね。うん、これものすごく大事かなと思って、能力だけあって涼しい顔して仕事をしている人よりも、能力はないけれども一生懸命成長しよう、一生懸命課題を克服しようって頑張ってる人の方が魅力的やし、応援したくなるんですよ。だから最後までやり抜く姿、やり抜く行動っていうのはすごい大事かなと思います。これが3つ目ですよね。で、4つ目は与える人ってことですね。惜しみなく与えれる人ってことですね。なんか条件付きでこれを与えたらなんかもらえるやろうなとか、ここまでだけ提供しとって、あとは無料、あとは有料サービスで買ってもらおうとか、なんかそういうんじゃなくて、自分が出せるものを全部与えるってこと。はい。この与える精神ですよね。はい。与える精神。はい。与えるも、だから逆に、相手から何か奪ってやろう、相手から何かもらえないか、あのインフルエンサーと付き合ったら何かビジネスにいいことあるんちゃうっていうような考えは真逆ですよね。そういう人っていうのは、今テイカーってよく言われるんですけど、そういう人と一緒にいたら時間が奪われるし、何か自分にとっても何もいいことがないです。エネルギーも奪われるし。はい。だから自分自身がまず与えれるものを全部与えるっていう、その与える精神があるっていうことは魅力的な人にの条件の一つになるんかなっていうふうに思ってます。はい。で、最後5つ目、これは欠点を見せるということですね。はい。自分のできないこととか、自分の弱いとことか、仕事とミスしたこと、失敗したことっていうのを隠すんじゃなくて見せるんですよね。自分の弱いところ、完璧な自分を見せようっていうんじゃなくて、完璧、もちろんプロとしてあのお客さんの満足させるって、その自分がやってる仕事に対してこだわり抜いて一生懸命やるということ、もちろん失敗しないよりもちゃんといいサービスを提供することも大事なんです。それは大事なんですけど、そこを踏まえた上で失敗を隠さないで、自分ができないことをちゃんと見せていくということね。そうすることが、やっぱそのなんかね、完璧人間よりもできないところがある人の方が人間味を感じて、やっぱ距離感近くなるんですよね。で、そう考えた時に、やっぱ欠点っていうのは、これあのベストセラー作家さんが言ってたことなんですけど、翡翠光太郎さんね、欠点っていうのは、欠けてる点じゃなくて欠かせない点だから、魅力がない人っていうのは欠点を隠そうとすると、で、魅力がある人っていうのは欠点は欠かせない点だと受け入れて、それを見せようとすると、で、困ったことは助けてもらうって、助けを求めるということ。だからこれがね、すごいね、おかちしっくりきてて、やっぱ欠点を見せて、できないことはできないっていうふうにちゃんと正直に言うし、ミスしたらミスしたってちゃんと言うと、自分ができないことは助けてもらうって、助けを求めるっていうこと、これがね、すごい大事かなっていうふうな、気がしております。はい、ということで、今日はね、どうやったら魅力ある人間になれるのかっていう、まあ、僕がまあいろんな魅力ある人間を見てきた中での5つの共通点っていうのを紹介しました。はい。まず最初は能力とか実績があるということですね。その道のプロであったり、その道の、ね、なんかこう評価されてたり、実績があるということ。これがまあ1つ目。で、2つ目はどうしても解決したい課題、社会課題がある。ミッションを持ってるということ。これが2つ目。そして3つ目は諦めない、行動する、やり抜く、立ち上がって、こけてしもうても立ち上がるっていうこと。これやり抜く力、やり抜く姿っていうことがこれ3つ目。で、4つ目は、はい、与える人。自分が持っているものを与える人。ね、相手の夢を実現するために自分ができることをやってくれる人。これがね、すごい大事かなと思います。で、5つ目は欠点を見せるということ。欠点は欠けている点じゃなくて、欠かせない点。自分ができることとできないことをちゃんと認識して、できないことは助けを求めるっていうこと。こういうことが大事なのかなと思ってます。で、僕もまだね、魅力的な人間になっているとは、言えないんですけれども、魅力的な人間になるために、いわゆるスターですよね。僕が目指している姿でスターね、
お星様なんですね。僕が輝くことで見ている方も輝くっていうことが僕の最終ゴールなんで、今言った5つっていうのを僕もね日々実行して、どんどん輝いて生きていきたいなと思ってます。こんな感じでね、このチャンネルはあなたの人生とかビジネスとか仕事、そして子どもの教育において何かしら力になるようなことを目的に配信してます。でよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、こんな感じで今日はおしまいです。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。はあ、輝きたい星のように。